マサトです。えー、聖書、一日一週の時となりました、えー。この御言葉をあなたに。あなたの人生に、えー、困難の時に、死ねの時に、この御言葉をあなたに。えー、では、お願いいたします。えー、天の父の神様、あ今日は支援の21編です、えー。この御言葉の時、初めから終わりまで導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。 アメ、えー、感謝いたします、えー、では早速支援の21編を見ていきたいと思いますはい、えー、支援の21編ですねはいでは行きます、えー、支援の21編指揮者のためにダビデの参加、えー、これもダビデの参加ですね13節までありますでは行きます、えー、指揮者のためにダビデの参加 主よ王はあなたの道からを喜びましょうあなたの見救いをどんなに楽しむことでしょうあなたは彼の心の願いを叶え彼の口ぶりの願いを退けられませんあなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え彼の頭に純金の冠を置かれます彼はあなたに命を恋求めましたあなたは彼に 徳コへまでの長い日々を与えられました。見救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたは徳コへに彼を祝福し、御前の喜びで彼を楽しませてくださいます。誠に王は死に信頼し、意図高き方の見恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手は。 あなたのすべての敵を見つけ出しあなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出しますあなた見いかの時彼らを燃える炉のようにされましょう主の見いによって彼らを飲み尽くし火は彼らを飲み尽くすでしょうあなたは血の上から彼らの性を滅ぼされましょうまた人のコラの中から 彼らの子孫をも彼らがあなたに対して悪を企ってたらみを設けたとしても彼らにはできません、えー、あなたは彼らが背を見せるようにし、えー、弓いずりを張って彼らの顔を狙われるでしょう死を見つからのゆえにあなたがあがめられますように私を歌い、えー、あなたの魅力を褒め歌います感謝いたします この13節主を道からのゆえに、ー、あなたが崇められますように、えー、私は救いあなたの威力をおめをたえます。感謝いたします。えー、この説で、えー、ユダのユダの書のその2最後の書の説を感謝いたします。こう ユダ素敵な箇所がありました。ユダの目視録の前にユダの手紙ですね、ユダの手紙ですね、の25節にこう書いてあります。すなわち、私の救い主唯一のか唯、唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私の主イエスキリストを通して、先にも、今も、また、よいよ限りなくありますように。アーメン また、ヨハネの目白郎君にはこう書いてあります。特に、四、えー、章の十一節に、主,主よ我々の神を、あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしいお方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、えー、また創造されたのですから。えー、感謝いたします。 まあこのような言葉にふさわしい賛美をお届けして見ていたいと思います。まあ、こういうことをチャレンジしています。まあ、支援を読んで、その音として賛美からまあ選曲決まっていませんけど、どの賛美にするか、そういうことを実験、また訓練としてお届けさせていただいています。少し喉が,喉が、はいえー 水便を補給をして、えー、<laughs> まあフリートークに近いですねはい、えー、力ということはい、えー、この、えー、救いの喜びですね、えー、シエの146ペン、えー、流し玉石いしシエの54四篇の6節我は何時の皆に迎いて感謝ん、感謝せんですねはいえだ、ー、おいたします一節に 流し賜いし、イエスの自称に罪現れし、喜び何に方とといざや歌いて恵ぐみ、深き、恵みを感謝せ。ハレルヤハレルヤイエスはこの身を救いたまえり。ハレルヤハレルヤ深き恵みを感謝せ。見せつ、信じる者は皆救わんとのイエスの御言葉 信じて祈りし時に救いたまえる深き恵みを感謝せんハレルヤハレルヤイエスはこの身を救いたまえりハレルヤハレルヤ深き恵みを感謝せん罪の許しをいしの深き清き御霊を与えて余つ御国に伴いたまえ き恵みを感謝せん。ハレルヤ、ハレルヤ、イエスはこの身を救いたまえり、ハレルヤ、ハレルヤ、深き恵みを感謝せん。えー、感謝いたします。では、早速、えー、このシェの二十ペノオトとして、シェの聖果の461番、流したまし。<laughs> では、いきます、えー。3、はい。 流したまいしいやの血潮に罪みあらわれし喜び何にかたとえんいざや歌いて深き恵みを感謝せん ハレルヤハレルヤイエスはこの身を救いたまえりハレルヤハレルヤ深き恵みを感謝せん罪の許しを玉石のみか清き御霊を与えて天摘み国に伴いたも 深き恵みを感謝せん「晴れるや晴れるやイエスはこの身を救いたまえり」ハレルヤ「晴れるや晴れるや深き恵みを感謝せん」感謝いたします、えー、聖歌の461番。 流し玉石でした、えー、では最後に、えー、今日の支援、まあえー、の21編を見て、えー、終わりとさせていきたいと思います支援、えー、の21編ですね、えー、この人生の苦難、えー、厳しい時にあっても死にと共に死を見,見上げて歩む幸いを感謝いたします、えー、では支援の、えー、21編ですねはい 指揮者のためダビデの参加。主を王はあなたの道から道からを喜びましょう。あなたの見救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼のここの願いを叶え、彼の唇の願いをし退けられませんあなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。彼はあなたに命,の命を恋い求めました。 あなたは彼に常し恵までの長い日々を与えられました。御救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたは常し恵に彼を祝福し、御前の喜びで彼を楽しませてくださいます。誠に王は主に信頼し、色高き方の恵みによって揺るがないでしょう。 あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出しあなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出しますあなたの身怒りの時彼らを燃える炉のようにされましょう主は身怒りによって彼らを飲み尽くし火は彼らを食い尽く,食い尽くすでしょうあなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう また人の子らの中から彼らの子孫をも彼らがあなたに対して悪を企ってたくらみを設けたとしても彼らにはできませんあなたは彼らが背を見,る見せるようにし弓鶴を張って彼らの顔を狙われましょう主を見つからの道からのゆえにあなたがあがめられますように私は歌いあなたの威力を褒め歌います え感謝いたします。支援の二十篇でした。えー、人生の苦しい時また迷う時神様が導き、正しい小道、神様の道に導いてくれます。幸い、恵みを感謝いたします。えー、感謝して、イエス様の名前によって、えー、お祈りいたします。えー、この御言葉をあなたの魂に、またこの聖書をあなたのもとに、まさとのお聖書、一日一章。 マサ、えート、ま、の YouTube チャンネル登録またコメントまたいいねボタンとよろしくお願いいたします。次回のうん最初、支援でお会いいたしましょう。終言列パションプレゼンシャロムシャロム。シャロム